忘れえぬ人々、国木田六歩玉川の双子の私を渡って少しばかり行くと溝の口という宿場があるその中ほどに亀屋という旗小屋がある。 ちょうど3月のの初めの頃であったこの日は大空かき曇り北風強く吹いてさなぎだに寂しいこの町が一段と物寂しい陰鬱な寒そうな光景を呈していた昨日降った雪がまだ残っていて法廷定定まらぬ藁屋根の南の軒先から雨だれが風に吹かれて舞って落ちている。 わらじの足跡にたまった泥水にうすら寒そうなさざ波が立っている日が暮れると間もなく大概の店は戸を閉めてしまった暗い一筋待ちがひっそりとしてしまった旗小屋だけに亀屋の店の障子には明かりが明るくさしていたがこよいは客もあまりないと見えて中もひっそりとして。 りん首の太そうなキセルで火鉢の縁を叩く音がするばかりである出し抜けに障子を開けて一人の男がのっそり入ってきた長火鉢に寄っかかって胸残ように四年もなかった主が驚いてこっちを向く暇もなく広い土間を見足ばかり大股に歩いて主人の鼻先に突っ立った男は 年の頃、三十二はまだ二つ三つ足らざるべく、洋服、キャハン、わらじのなりで鳥打ち帽子をかぶり、右の手にコウモリを携え、左に小さなカバンを持って、それを脇に抱いていた。一晩、厄介になりたい。主人は客のみなりを見ていて、まだ何とも言わない。その時、奥で手の鳴る音がした。 六番でお手あるよ。吠えるような声で主人は叫んだ「どちら様でございます」主人は火鉢に酔っかかったままで通った客は肩をそびやかしてちょっと顔をしかめたがたちまち口のほとりに微笑みを漏らして「僕か僕は東京あ」それでどちらへお越しでございますな八王子へ行くのだ。 と答えて客はそこに腰をかけキャハンの紐を時にかかっただな、東京から八王子なら道が変でございますね主人は不審そうに客の様子を今更のように眺めて何か言いたげな口つきをして客はすぐ気がついたいや、僕は東京だが今日東京から来たのじゃない 今日は遅くなって川崎を立ってきたからこんなに暮れてしまったのさ。ちょっと湯を遅れ。早くお湯を持ってこないか、えー。ずいぶん今日はお寒かったでしょう。八王子の方はまだまだ寒うございます。という主人の言葉は愛想があっても一体の風つきは極めて不愛嬌である。年は六十ばかり。 太った体の上に綿の多い斑点ンンを着ているので肩から直に太い頭が出て幅の広い福々くくしい顔のまなじりが下がっているそれでどこかに気難しいところが見えているしかし正直な親父さんだなと客はすぐ思った客が足を洗ってしまってまだ吹ききらぬうち主人は「7番へご案内申しな」 と怒鳴った。それぎりで客へは何の挨拶もしないその後ろ姿を見送りもしなかった真っ黒な猫がクリアの方から来てそっと主人の高い膝の上に這い上がって丸くなった主人はこれを知っているのかいないのかじっと目を塞いでいるしばらくすると右の手が煙草入れの方に動いて その太い指がタバコを丸め出した。6番さんのお湯が済んだら、7番のお客さんをご案内もしな。膝の猫がびっくりして飛び降りた。バカ、お前に言ったんじゃねえわ。猫は慌ててクリアの方へかけて行ってしまった。柱時計が緩やかに8時を打った。パースさん、吉三が眠そうにしてるじゃないか？ 「早くあんかを入れてやっておねかしなかわいそうに」主人の声の方が眠そうであるクリアの方で吉蔵はここで本をさらっていますじゃないかねおばあさんの声らしかったそうかな吉蔵もうねえよ朝早く起きておさらいなおばあさん早くあんかを入れておやんな 今すすぐ入れてやりますよ。勝手の方で可否とおばあさんと顔を見合わせてクスクスと笑った店の方で大きなあくびの声がした「自分が眠いのだよ」。50を5つ6つ超えたらしい小さな老婆がくすぶった安価に火を入れながらつぶやいた店の障子が風に吹かれてガタガタすると思うと パパラパラと雨を吹きつける音がかかすにした「もう店の戸を引き寄せたわけな」と主人は怒鳴って舌打ちをして「また降ってきやがった」と独り言のようにつぶやいたなるほど風がだいぶ強くなって雨さえ降り出したようである春先とはいえ寒い寒いみぞれ混じりの風が広い武蔵野を荒れに荒れてよもすがら 真っ暗な溝の口の町の上を吠え狂った7番の座敷では12時過ぎてもまだランプがコ々と輝いている亀屋で起きているものといえばこの座敷の真ん中で差し向かいで話している2人の客ばかりである外は風雨の声いかにも凄まじく雨戸が絶えず鳴っている。 ようでは明日のおたちは無理ですぜ」と一人が相手の顔を見ていった「これは6番の客である」何「何別に用事はないのだから明日一日ぐらいここで暮らしてもいいんです」「2人とも顔を赤くして花の先を光らしている」「そばの膳の上には看瓶が3本乗っていて盃には酒が残っている」 二人とも心地よさそうに体をくつろげて、あぐらをかいて火鉢を中にしてタバコをふかしている。六番の客は買い負けの袖から白い。腕を肘まで出して、巻きタバコの灰を落としては吸っている。二人の話しぶりは極めて率直であるものの、今宵初めて。この宿で出会って何らかの糸口から二言。御子とふすま越しの話が。あった。 あまりの寂しさに六番の客から押しかけてきて名刺の交換が済むや酒を命じ話に身が入ってくるやいつしか丁寧な言葉と存在な言葉とを半混ぜに使うようになったものに違いない七番の客の名刺には「大津弁次郎」とある別に何の肩書きもない六番の客の名刺には「 秋山松之助と会ってこれも肩書きがない大津とはすなわち日が暮れてついた洋服の男である痩せ型なすらりとして色の白いところは相手の秋山とはまるで違っている秋山は25か6という年頃で丸く肥えて赤ら顔で目元に愛嬌があっていつもニコニコしているらしい。 ポーツは無名の文学者で、秋山は無名の画家で、不思議にも同種類の青年がこの田舎の旗小屋で落ち合ったのである。もう寝ようかね、ずいぶん悪行も言い尽くしたようだ。美術論から文学論から宗教論まで二人はかなり勝手にしゃべって、今の文学者や画家の大化を手ひどく批判して、 11時が打ったのに気がつかなかったのであるやまだいいさどうせ愛したら駄目でしょうから夜通し話したってかまわないさ画家の秋山はニコニコしながら言った「しかしいくちでしょう」と大津は投げ出してあった時計を見て「おやもう11時過ぎだどうせ徹夜でさ秋山は一向平気である。 杯を見つめて、えー、しかし君が眠けりゃ寝てもいい眠くはちっともない君が疲れているだろうと思ってさ僕は今日遅く川崎を立って三里半ばかしの道を歩いただけだから何ともないけれど何僕だって何ともないさ君が寝るならこれを借りて行って読んでみようと思うだけです。 秋山は半紙十枚ばかりの原稿らしきものを取り上げた。その表紙には、忘れ得ぬ人々と書いてある、えー。それは本当にダメですよ。つまり君の方で言うと、鉛筆で書いたスケッチと同じことで、人にはわからないのだから。と言っても大津は秋山の手からその原稿を取ろうとはしなかった。 秋山は一、二枚開けてみて、ところどころ読んでみて。スケッチにはスケッチだけの面白みがあるから、少し拝見したいね。まあ、ちょっとお貸してみたまえ。と、大津は秋山の手から原稿を取って、ところどころ開けてみていたが、二人はしばらく無言であった。外の風雨の声が、この時、今さらのように二人の耳に入って。 大津は自分の書いた原稿を見つめたままじっと耳を傾けて夢見心地になった「こんな晩は君の両分だね」。秋山の声は大津の耳に入らないらしい返事もしないでいる。風雨の音を聞いているのか原稿を見ているのかはた遠くの百里の彼方の人を持っているのか。秋山は心の内で、 大津の今の顔、今の目元は我が領分だと思った「君がこれを読むよりか僕がこの台で話した方が良さそうだ」「どうです君は聞きますか?」「この原稿はほんの荒ましを書き留めておいたのだから読んだってわからないからね」「夢から覚めたような目つきをして大津は目を秋山の方に転じた」 詳しく話して聞かされるならなおのことさ。と秋山が大津の目を見ると、大津の目は少し涙に潤んで異様な光を放っていた。僕はなるべく詳しく話すよ。面白くないと思ったら遠慮なく注意してくれたまえ。その代わり僕も遠慮なく話すよ。なんだか僕の方で聞いてもらいたいような心持ちになってきたから見ようじゃないか。 秋山は火鉢に墨をついで鉄瓶の中へ冷めた乾瓶を突っ込んだ「忘れぬ人は必ずしも忘れてかなうまじき人にあらず」「見たまえ、僕のこの原稿の壁と大地に書いてあるのはこの句である」大津はちょっと秋山の前にその原稿を差し出した。 それで、僕はまずこの句の説明をしようと思うそうすればおのずからこの文の題がわかるだろうからしかし君には大概分かっていると思うけれどそんなことを言わないでずんずんやりたまえよ僕を主権の読者のつもりで聞いているからしっけ横になって聞くよ秋山はタバコをくわえて横になって。 右の手で頭を支えて大津の顔を見ながら目元に微笑をたたえている親とか子とかまたは法遊地期その他自分の世話になった教師先輩のごときはつまり単に忘れ得ぬ人とのみは言えない忘れてかなうまじき人と言わなければならないそこでここに 恩愛もちぎりももりななければ義理もない。ほんの赤の他人であって本来を言うと忘れてしまったところで人情をも義理をも書かないでしかもついに忘れてしまうことのできない人がある世間一般のものにそういうものがあるとは思わないが少なくとも僕にはあるおそらくは君にもあるだろう 秋山は黙ってうなずいた。「僕が19の年の春の中頃と記憶しているが少し体の具合が悪いのでしばらく保養する気で東京の学校を引いて国へ帰るその帰り道のことであった大阪から例の瀬戸内通いの汽船に乗って瞬間波平らかな内海をこうするのであるが ほととんど一昔も前のことであるから、僕もその時の乗り合いの客がどんな人であったやら船長がどんな男であったやら茶貨を運ぶボーイの顔がどんなであったやらそんなことは少しも覚えていない多分僕に茶をついでくれた客もあったろうし甲板の上でいろいろと話しかけた人もあったろうが何にも記憶にとどまっていない。 ただその時は健康が思わしくないからあまりウキウキしないで物思いに沈んでいたに違いない絶えず甲板の上に出て行く末の夢を描いてはこの世における人の身の上のことなどを思い続けていたことだけは記憶しているもちろん若い者の癖でそれも不思議はないが そこで僕は春の日ののどかな光が油のような海面に溶けほとんどさざ波も立た,たぬ中を船のへさきが心地よい音をさせて水を切って進行するにつれて霞みたなびく島々を迎えては送り右煙左げの景色を眺めていた菜の花と麦の青葉とで 錦を敷いたような島々がまるで霞の奥に浮いているように見えるそのうち船がある小さな島を運縁に見てその磯から十丁とは離れないところを通るので僕は乱により何気なくその島を眺めていた山の寝方かしこここに背の低い松が子守を作っているばかりで 見たところ、「旗もなく家らしいものも見えない」「しんとして寂しい磯の引き潮の跡が日に光って小さな波が右輪をもてあそんでいるらしく長い筋が白羽のように光っては消えている」「無人島ではないことはその山よりも高い空でひばりが鳴いているのがかすかに聞こえるのでわかる」。 ある「島と尻りけり揚げひばり」これは僕の親父の句であるが山の向こうには人家があるに違いないと僕は思った。と見るうちに引き潮の後の日に光っているところに一人の人がいるのが目についた確かに男であるまた子供でもない何かしきりに拾っては かきかきに入れているらしい二足見足歩いてはしゃがみそして何か拾っている自分はこの寂しい島陰の小さな磯をあさっているこの人をじっと見つめていた船が進むにつれて人影が黒い点のようになってしまってそのうち磯も山も島全体が霞の彼方へ消えてしまった その後今日が今日までほとんど10年の間僕は何度この島影の顔も知らないこの人を思い起こしたろうこれが僕の忘れ得ぬ人々の一人であるその次は今から5年ばかり以前正月元旦を父母の膝元で祝ってすぐ九州旅行に出かけて 熊本から大分へと九州を横断した時のことであった僕は朝早く弟と共にわらじき半で元気よく熊本を出発したその日はまだ日が高い中に立野という宿場まで歩いてそこに一泊した次の日のまだ登らないうちに立野を立ってかねての願いで 阿蘇山の白煙をめがけて霧を踏み桟橋を渡り道を間違えたりしてようやくお昼時分に絶頂近くまで登り噴火口に達したのは1時過ぎでもあっただろうか熊本地方は温暖であるがうえ風のないよく晴れた日だから冬ながら6,000弱の高山もさまでは寒く感じない。 高岳の頂は噴火口から吐き出す水蒸気が白くなっていたがその他は万山ほとんど雪を見ないでただ枯れ草白く風にそよぎ焦土のあるいは赤木あるいは黒木が旧噴火口の名残をかしこここに留めて断崖をなしその荒涼たる光景は筆も口もかなわない。 僕らは一度噴火口の淵まで登って、しばらくは凄まじき穴を覗き込んだり四方の体幹を欲しいままにしたりしていたがさすがにこれは風が寒くってたまらないので穴から少し下ると阿蘇神社があるそのそばに小さな小屋があって晩茶ぐらいは飲ませてくれるそこへ逃げ込んで結びをかじって元気をつけてまた噴火口に登った。 「そしていよいよ山を下りることに決めて宮路を指して下りた」「下りは上りよりかずっと勾配が緩やかで山の尾や谷間の枯れ草の間を蛇のようになっている道をたどって急ぐと村に近づくにつれて枯れ草をつけた馬をいくつか追い越した」「辺りを見るとかしこここの山の尾の小道を のどかな鈴の根赤稜に帯びて陣馬いくつとなく麓を刺して帰りゆくのが数えられる馬は皆どれも枯れ草をつけている麓はじき底に見えていても容易には村へ出ないので日は暮れかかるし僕らは大急ぎに急いでしまいには走って降りた村に出た時はもう日が暮れて 夕ぐらの,の夕暮れのにぎわいは格別で壮年男女は一日の仕事のしまいに忙しく子供は薄暗い垣根の陰やかまどの火の見える軒先に集まって笑ったり歌ったり泣いたりしている」「これはどこの田舎も同じことであるが僕は高涼たる阿蘇の草原から駆け降りて突然 この人間に投じた時ほどこれらの光景に打たれたことはない2人は疲れた足を引きずって日暮れの道陶器を感じながらも懐かしいような心持ちで宮地を今宵のあてに歩いた一村離れて林や旗の間をしばらく行くと日はとっぷり暮れて 2人の影がはっきりと地上に陰するようになった。振り向いて西の空を仰ぐと阿蘇の分派の一峰の右に新月がこの窪地一帯の村落を我が物顔に澄んで青みがかった水のような光を放っている。2人は気がついてすぐ頭の上を仰ぐと昼間は真っ白に立ち上る噴煙が 月の光を受けて灰色に染まってヘケルリの大空をついている様がいかにも凄さまじくまた美しかった長さよりも幅の方が長い端に差し掛かったら幸いとその乱に寄っかかって疲れ切った足を休めながら二人は噴煙の様の揚々に変化するのを眺めたり。 聞くともなしに尊楽の神碁の遠くに聞こえるを聞いたりしていたすると二人が今来た道の方から空車ら,らしい荷馬車の音が林などに反響して虚空に響き渡って次第に近づいてくるのが手に取るように聞こえ出したしばらくすると朗らかな澄んだ声で流して歩く孫歌が から車の音につれててと近づいてきた。「僕は噴煙を眺めたままで耳を傾けてこの声の近づくのを待つともなしに待っていた」「人影が見えたと思うと「宮地よいとこじゃ阿蘇山麓」という歌を長く弾いて ちょうど僕らが立っている橋の少し手前まで流してきたその歌の心と悲壮な声とがどんなに僕の心を動かしたろう。二十四五かと思われる屈強な若者が手綱を引いて僕らの方を見向きもしないで通って行くのを僕はじっと見つめていた。夕月の光を背にしていたから。 その横顔もはっきりとは知れなかったがそのたくましげな体の黒い輪郭が今も僕の目の底に残っている僕は若者の後ろ影をじっと見送ってその阿蘇の噴煙を見上げた忘れ得ぬ人々の一人はすなわちこの若者である その次は四国の三津浜に一泊して汽船便を待った時のことであった夏の初めと記憶しているが僕は朝早く宿を出て汽船の来るのは午後と聞いたのでこの港の浜や町を散歩した奥に松山を控えているだけこの港の繁盛は格別で分けても朝は魚市が立つので 魚市場の近くの雑踏は非常なものであった大空は名残なく晴れて朝日うららかに輝き光るものには反射を与え色あるものには光を添えて雑踏の光景をさらににぎにぎしくしていた叫ぶ者呼ぶ者小生危機としてここに起これば歓喜土場乱れてかしこに浮くというありさまで 売るものものの買う老若男女いずれも忙しそうに面白そうにうれしそうにかけたり追ったりしている露店が並んで立ち食いの客を待っている売っているものは言わずもがなで食っている人は大概船頭船方の類に決まっている鯛やヒラメやアナゴやタコがそこらに投げ出してある生臭い匂いが 「人々の立ち騒ぐ袖や裾にあおられて花を打つ」「僕は全くの旅客でこの土地には縁もゆかりもない身だから知る顔もなければ見覚えのあるハゲ頭もない」「そこでなんとなくこれらの光景が異様な感を起こさせて世の様を一段鮮やかに眺めるような心地がした」 僕はほとんど己を忘れてこの雑踏のうちをぶらぶらと歩きやや物静かなる巷の橋に出たするとすぐ僕の耳に入ったのは琵琶の音であったそこの店先に一人の琵琶僧が立っていた年の頃四十を5つ6つも超えたらしく幅の広い四角な顔の 竹の低い声たた男であった「その顔の色その目の光はちょうど悲しげな琵琶の音にふさわしくあのむせぶような糸の音に連れて歌う声が沈んで濁ってよどんでいた」「巷の人は一人もこの層を顧みない」「家々の者は誰もこの琵琶に耳を傾ける風も見せない」 朝日は輝く、浮世はしい「ししかし僕はじっとこの琵琶荘を眺めてその琵琶の根に耳を傾けた。この道幅の狭い乃木場の揃わないしかもせわしそうな巷の光景がこの琵琶層とこの琵琶の根とに調和しないようでしかもどこかに深い約束があるように感じられた。 あの覆閲する琵琶の音がちまたの軒から軒へと漂って勇ましげなうり声やかしましい悲しきの音と混じって別に一同の聖戦が濁波の間をくぐって流れるようなのを聞いているとうれしそうなウキウキした面白そうな忙しそうな顔つきをしているちまたの人々の心の底の糸が 自然の調べを奏でているように思われた忘れ得る人々の一人はすなわちこの琵琶湖であるここまで話してきて大津は静かにその原稿を下に置いてしばらく考え込んだ外の雨風の音は少しも衰えない秋山は起き直ってそれから もうよそあまりけるから。まだいくらもある北海道宇多市内の甲府板正側の小武ある船子など僕がいちいちこの原稿にあるだけを詳しく話すなら夜が明けてしまうよとにかく僕がなぜこれらの人々を忘れることができないかというそれは思い起こすからである。 なぜ僕はそれを君に話してみたいがね。要するに僕は絶えず人生の問題に苦しんでいながらまた自己将来の体毛にあっせられて自分で苦しんでいる不幸せな男である。そこで僕は今宵のような晩に一人夜更けて 灯火に向かっているとこの性の孤立を感じて耐え難いほどの愛情を催してくるその時僕の手ガの角がポキリと折れてしまってなんだか人懐かしくなってくるいろいろの古いことや友の上を考え出すその時悠然として僕の心に浮かんでくるのはすなわち これらの人々である。そうでないこれらの人々を見た時の周囲の光景のうちに立つこれらの人々である我と他と何の相違があるか皆これこの性を天の一方地の一角に受けて悠々たる工事をたどり愛携えて無給の天に帰るものでないか。 というような感が心の底から起こってきて我知らず涙がほうぼ伝うことがあるその時は実に我もなければ人もないただ誰も彼も懐かしくって忍ばれてくる僕はその時ほど心の平穏を感じることはないその時ほど自由を感じることはない その時ほど妙利競争の俗年消えてすべてのものに対する同情の念の深い時はない僕はどうにかしてこの題目で僕の思う存分に書いてみたいと思っている僕は天下必ず同感の死あることと信ずその後2年たった 大津はゆえあって東北のある地方に住まっていた溝の口の宿で初めて会った秋山との交際は全くたちょうど大津が溝の口に泊まった時の事故であったが雨の降る晩のことであった大津は一人机に向かって瞑想に沈んでいた机の上には2年前 秋山に示した原稿と同じの忘れえぬ人々が置いてあってその最後に書き加えてあったのは亀屋の主であった秋山ではなかった。